80年代の名作ドラマ「不揃いのリンゴたち」。サザンの「愛しのエリー」を BGM に、リンゴを放り投げるオープニングは、いまだに忘れることはありません。劇中で看護学生の水野陽子を演じた女優の手塚さとみさん。あの頃はまだぽっちゃりした顔で可愛かったですね。その後は山あり谷ありだったようです。気になったので調べてみました。手塚さとみさん、現在は58歳になられて、髪もショートのグレーヘアで、相変わらずおしゃれですね。そもそも芸能界に入ったきっかけは、小学生からジュニアモデルで活動されていて、不二家のチョコレートの CM で注目を集め、中学1年生の13歳の時にユニチカの2代目マスコットガールに選ばれたこと。東京都立赤坂高等学校卒業後から本格的に芸能活動をスタートさせ、女優として活躍されましたが、当初はグラビアやアイドル歌手として活動。シングル2枚、アルバム1枚をリリース。デビュー時からその可愛さは抜群でしたが、なんと1981年には衝撃のヌード写真集「少女だった」を出版し、世間の男たちの股間を直撃。ヌードは手塚さん本人が希望したらしく、長い黒髪にあどけない少女の面影が残る。手塚さとみさんのみずみずしい姿に衝撃を覚えたものでした。意外に内面は勝ち気で勝負師なんでしょうか。これが女優業へのシフトののろしとなり、翌年 NHK 朝の連続テレビ小説ハイカラさんで見事ヒロインを務め、そしてついに1983年不揃いのリンゴたちに出演して、その人気を不動のものにします。当時劇中で恋人役だった俳優の時藤三郎さんと、プライベートでも噂になるほど注目されていました。その後も男女7人、秋物語など人気ドラマや映画、舞台で活躍され、ちょうど女優として油が乗り出したかなという1990年、結婚してしまいます。そのお相手がなんと時藤三郎さんではなく、2枚目アクションスターの真田広之さんだったことに、手塚さとみファンの男たちは、真田広之さんのファンもろとも漏れなくどん底に叩き落とされることに。とはいえお二人とも当時は人気絶頂のスター同士で、美男美女のカップルに世間は沸きました。手塚さんと真田さんとの馴れ初めは、なんと時藤三郎さんが二人を引き合わせたのだとか。おまけに結婚式は時藤三郎さん夫婦との合同結婚式だったということでも話題に。家族ぐるみの付き合いで時藤三郎さん夫婦は3人のお子さんに恵まれて仲睦まじくされている一方で、手塚さんと真田さんご夫妻もお二人のお子さんに恵まれて仲睦まじくされていたようなのですが、1997年手塚さんと真田さんは残念なことに離婚。その離婚の原因となったのは、旦那の真田広之さんの不倫でした。出産の時には分娩室にビデオカメラを持ち込んでいたほどのあの真田広之さんが、と世間は衝撃を受けたものでした。そしてその不倫相手があの魔性の女の異名を取る葉月理央奈さんだったことは有名ですよね。映画「写楽」での共演がきっかけで、その異名通り葉月さんは真田さんを一撃でゲット。くしくも当時は手塚さんが第二子を妊娠中でした。案外コロッと持っていかれた真田さん、世間は当然かわいそうな手塚さんをかばい、葉月さんを猛バッシング。すると葉月さんは、恋愛相手に奥さんがいても平気ですと宣戦布告したのには、世間一同息をのみ、さすがは魔性の女たるゆえんだなとバッシングしつつも舌を巻く感じでした。一方真田広之さんはすぐに
家を出て別居してしまったのです。てっきり手塚さんに叩き出されたとそう思ってましたが、実はそうではなかったというか、想像とは裏腹だったのです。手塚さとみさん、不倫が発覚した当時の思いの丈を後にこんな風に吐露しています。男の人の浮気って仕方ないなというか、どうしても子供ができると母親は子供に意識がいってしまいますから、私の辞書には離婚という字はなかったので、修復しか考えてなかった。なんとかして戻ってきてほしいなって。しかも手塚さんは当時報道より先に知人から夫の不倫疑惑を知らされていたんだとか。しかし1年半後に私の気持ちばかり押し付けても先に進まないと真田さんの気持ちを尊重して話し合いの末円満離婚となったのだとか。そこまでして葉月理央奈さんの元に走った真田広之さんでしたが、離婚成立前には葉月さんとまさかの破局。葉月さんはとっとと一浪選手を追って渡米してしまったという、何ともかける言葉がない真田さん。私が手塚さんならだから言ったのにと言ったことでしょう。今やハリウッドを拠点に活躍されて、かのトム・クルーズさんと映画「ラストサムライ」で共演の際は、真田広之さんのアクションが素晴らしすぎて自分の存在感が薄れるのを恐れて、トム・クルーズさんが真田さんの出演シーンを大幅にカットさせた、そんなエピソードもあるくらい、今や師匠の千葉真一さんを超えるほどの俳優と言われています。もうそんなこと手塚さんには関係ないだろうと思っていたのですが、そうではなかったのです。もう23年前に別れているのに、今でも子供を交えて記念日などには一緒に食事をする間柄だそうです。そして真田さんに対する本音とは、嫌いで別れたわけじゃないので恨みつらみもないですし、今は愛から尊敬に変わりましたね。とっても尊敬しています。こんなに一緒に会ってるならよりを戻してもという思いはありますけど、邪魔したくない真田さんに対しての思いを吐露すると同時に、離婚にもいろんな形があると思いますけど、ずっと結婚に縛られて子供に嫌な思いをさせるより別れても仲がいい方が、そういう家族の形もあると思います。うちはそれでよかったと今振り返ると思いますと、23年前の苦渋の選択が間違ってなかった、そんな風に感じているのだとか。ちなみにそんな環境で育った2人の息子さんは、長男翔野さんが28歳、次男日向さんが24歳。長男の翔野さんはロックバンドミュージシャンでギターを担当していますが、現在は休止中だとか。次男日向さんは早稲田大学へ進学しますが中退、現在は農業で社会貢献するため奮闘中だとか。手塚さんは息子たちを、私は俳優になったらいいんじゃないのって思いますけど、本人の道ですから父親と共演してほしいですね。もちろん私とも一緒にできたら、ハリウッド俳優になった父親の類まれな DNA を受け継いでいるのですから、当然のことかもしれませんね。さて手塚さとみさん自身の現在ですが、息子2人が独立した2016年頃から再び女優業を積極的に行っているようです。一人の魔性の女に離婚までさせられた手塚さとみさん、実は自身の離婚がブーメラン現象ではという話もあるのです。実は手塚さとみさんも過去に不倫していたことがあったのです。それは手塚さとみさんが25歳の時、不倫相手は同い年の俳優佐藤浩市さん。手塚さとみさんは独身でしたが、佐藤浩市さんは10ヶ月前にモデルの女性と結婚したばかりで、
お子さんもいたそうですが、佐藤浩市さんは家を出て、その後、離婚しています。手塚さとみさん、デジャブのように感じたのではないでしょうか。人間の因果って不思議ですね。離婚後は手塚さんだけでなく真田さんも。シングルのままですが、復縁という可能性もあるのでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は母である手塚さとみさん、父である真田広之さん、そして二人の息子たち、今は不揃いだけど心の中ではずっと家族のままだったということですね。でもこれからの時代、こういう家族のスタイルが増えてくるかもしれませんね。ちょっとだけ気をつけたいと思いました。それではまた次回お会いしましょう。